今ジャトヤの今月の収支を計算してるの。前よりは少しだけ良くなったけど、依然として赤字ね。僕の記憶が正しければニコは支出を控えると前から言っていたはずだけど。ええ、確かにニコは支出を減らそうと言ってた。彼女はとてもストイックだから、一度支出を減らすと言った以上はこれからもずっと言い続けるでしょう。経営についてアドバイスがいるかい？とても助けが必要そうに見えるけど。気持ちは嬉しいけど大丈夫よ。私はニコを信じてる。彼女のもとジャトヤはいつかきっと赤字から脱却できるわ。今はただ夜明け前の暗闇に過ぎないだけ。私はそう思ってるから。とにかく気にかけてくれてありがとう。もし私に手伝えることがあればいつでも連絡して。